帰りたい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラグジュアリーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、今回は久々のホラー村とね、ストーリー系のホラー村らしいので楽しみにしていきたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取り寄せするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、とある村に出発。はい、とある村に到着。帰りたい。これは誰の気持ち？私？夢の世界へようこそ。あなたは今、とあるという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のとあるの世界をご堪能遊ばせ。これなんやろ？服？中身は、スコップ。なるほど、掘り起こす場所があるわけや。なんか不気味やね。めっちゃな、目がチカチカしそうな感じ。これはこっち側から行くべきなんか。なるほど、逆時計回りってことかな。じゃあまずこの一軒目の家に、お邪魔します。はい。暗いぞ。あ、どうも、なんか悲しげな音楽やけど。みんないる。みんないるよ。ちなみにこの村のストーリーとしては、とある村の物語。とある村に幸せに4人で暮らしていた家族がいました。ある日、お母さんが住民にもらったと言って、埴輪を4体もらってきた。多分それが原因だったんだ。それからだんだんみんながおかしくなってきた。みんな違う。見た目はお母さんたちだけど何かが違う。ま、要は、この段階、今この段階ではまだ、ま、この4人家族で、ま、幸せに暮らしていたと。ふんふんふん。なんかのお祝いなんかな。ね、多分なんか質素な暮らしをしとるんやろうけど、ま、今日は特別に奮発しちゃうぞ、みたいな。お寿司とローストチキンと、でなんか、人形で、でっかいクマちゃんが2体と、さっきからこれが気になったよね。なんか、大金が積まれてあるんだけど。そして奥の絵は、なんか誰か人物の絵が描かれてる感じなんやけど、ね、バツ。え、でもあれってさ、なんか黄色い服に、で、上頭が、多分これピンクと、っていうのはこの帽子じゃない？え、この子の、似顔絵がなんか赤く塗られてバツってされとるよね。どういうことなんやろ。でもみんないる。まだ幸せな状態なんだろう、きっと。あ、待って、ホラー村ってことはあれだな。もしかしたら部屋を回転させたら何かがあるんかもしれん。ちょい待ってね、こっち側に何かがあったり。え、なんかめっちゃ見られてるんですけど、怖っ。え、なに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 、え、何これ、見張られてるの。さあ、でも一応みんないる。まあ、まだ全然幸せな状態。さあ、ここから、まあ、お母さんがね、住民にもらったと、埴輪を持って帰ってくるわけだけど、え、なんかこの、ね、このザラザラした感じから、真っ黒に、これ多分心情の変化とか、なんか状態の変化。帰りたい。これさっきの子やろ、カコちゃん。みんな違う。もう、家族が家族ではなくなってきたということかな。はい。さあ一体あれからどうなったんか。え？帰りたい、帰りたい、帰りたい。これが、もらってきた4体の埴輪ってことか。え、あとの1体は？え、あとの1体なくない？あれ？え、3体しかない。
え、あとの1体はどこへ？そしてこの斧は、埴輪が何？斧で脅してるの？そしてなんかこのね、小人たちは可愛いんだけど、その中心に日本人形があるっていうのが。え？あ、見張ってた目はなくなってるな。え？もう一体は？どこ？帰りたいっていうのは、過去の我が家に帰りたいっていうことかな。時間的な話？あ、なんか普通の地面になったね。あ、え？あ、またこれ1軒目の家に飾られとったのと同じ絵や。私は私。この子だけは変わってないってことかな。家族は変わってしまったけど。なんでこんな愉快な音楽流れてんの？え、なんでこんな愉快な音楽流れてんの？これやっぱりこれ多分あの女の子、カコちゃんの絵やと思うよね。斧がある。家族が揃ってカコちゃんのことを殺そうとしよるってことかな？そういうこと？え？怖っ。つら、家族に命狙われるとか。え、でもきっとそういうことよね。だってこの子のことしかこう書いてないし。あ、え、なんか、浜辺に靴がある。ちょっと待って、降りてみよう。降りて、とりあえずこっち側。ここにね、靴が、赤い靴が置いてある。この赤い靴、カコちゃん赤い靴履いとったんかな？上に上がったら見てみよう。とりあえずこっち側にも行ってみて。浜辺繋がっとるけんね。こっちはなんもないかな。なんもないね。あっち側に赤い靴がポンって置かれとっただけか。でもあの位置に赤い靴があるっていうのはどういうことなんやろ。え、海の中に入ったってこと？自水自殺というやつですか？待って。はい、カコちゃん、カコちゃん。あれ、カコちゃんどこ行った？あ、いた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 。あ、ほら！赤い靴履いとる。やっぱりカコちゃんの靴や。そういうことね。そして、なんか今こっちの方に、石が置いてあったよね。石碑。これは、あ、あ！ほら、桃が備えられとる。え、カコちゃん殺されたってこと？カコちゃんは殺されて、桃が好きやったんかな、カコちゃんは。ん？斧が出てきたよ。なぜ斧？なぜ斧なんだ？てっきり骨が埋まっとんかと思ったんやけどな。違った。家族のみんなが埴輪によって、まあ、狂っていった。そして、あ、そっか、斧。もしかして、カコちゃんを殺した後で、もしかしたら家族はみんな、正気に戻ったんかな。この斧のせいで、みたいな感じで、斧を、あっこに封印することにしたみたいな感じ。まあ、とりあえず、お？見つけた。家族に追われとったんか、カコちゃん。来ないで。ダメ。え？大丈夫？ほら、赤くなったよ。赤くなったよ。うわ、ほら。お葬式中やん。あー、テルミンが。なるほど、これで、あ、亡くなっとった埴輪一体、現れとるね。この亡くなっとった埴輪っていうのがカコちゃんなんかな？あ、もしかしてカコちゃんが、この家族に殺されそうってなって逃げたけん、埴輪がカコちゃんを探しよったってこと？多分このそれぞれの埴輪が、それぞれの
この家族を操り寄ったみたいな、そういう感じじゃないの。そういうことでしょう。で、あそこに飾られてあるのが、え？カコちゃんの絵が飾られてる時、まあ、カコちゃんが死んだってことよね。あの4体の人形は家族ではないの。でもこっちの手前にも家族の、家族というか、まあ、人形があるよね。これは普通にお葬式に来た人たち？え？いやでも普通にじゃないよね。だって後ろに斧とか置いてあるし、普通じゃないことはわかるよね。ことは住民にもらってきた埴輪が、まあ、そういう、ね、殺人を助長するような、何かしらは何やろうね、呪われとったんかな。なんかそういう感じの、そういう感じの、こう人間に危害を加えるような埴輪やって、で、カコちゃんだけが小正気でおったというか、そういう感じなんかな。そのことによって、まあ、家族全員から、操られた家族全員から命を狙われ、そして最終的にあの埴輪に見つかって、カコちゃんも家族に殺され、カコちゃんもっていうかカコちゃんが家族に殺されるっていう、そういう結末。つら。で、カコちゃんを殺した後に、埴輪たちは、家族でも殺し合いをさせたみたいな感じなんかな。え、怖っ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこう、一つ一つの家は、まあ一部屋しかないんやけど、そこの中でなんかいろいろとストーリーが想像できるっていうのはいいね。みんなの見解もよかったら書いてくださいまし。